皆さん、おはこんばんちは。ポリプおじさんやで。久々のゆっくりトーク、懐かしいやろ。最近は、ポリプおじさんの中の人の字声で喋ることが多くなってきたんやけど、ゆっくりトークでまた動画を作ってほしいというリクエストをたくさんいただいていたので、久々のゆっくりトーク復活となったわけやで。ほんで、今、何をしてるかというと、ついに先日、ママエルに、水槽小屋を建てたのに、全然水槽が減らんやないかい、瀬戸内海、と怒られたので、いよいよ重い腰を上げて、1800水槽をリセットしているところなんやで。ちなみにレッドロックを拾い集めるの、めちゃ大変だったんですけど、この100均のダイソーで売ってる、砂利を集めるスコップみたいなやつ、かっこ、商品名よく知らない、かっこ閉じ。めちゃ使えるアイテムやったで。ダイソーのアクアリウムコーナーにあるから、みんなも買っといたら、いいと思うよ。なんかね、このスコップね、細かい穴が開いているから、水だけ下に落ちて、石や砂利はスコップに残る構造なんやで。蒸らした構造なんやで。知ってるか？蒸らした構造。めちゃ良い歌作ってたけど、1999年、去年46歳で亡くなってしまった、伝説のシンガーソングライターなんやで。初恋や、踊り子という名曲を数多く残した偉い人なんやで。とかなんとか、言っておりますけども。そうこう言っているうちに、レッドロックの撤去と水抜きが終わりましたことを視聴者の皆様に報告いたします。ぶっちゃけ、1800水槽が重すぎて、一人で動かせないし、発泡ブロックに乗せて、斜めにして、無理やり、水を抜いたったわ。とても危険な行為だから、良い子のみんなは真似するなよ。絶対に、真似するなよ。まさかの癒着到着到着普通にこう持ち上げて持ち上がらんってねじゃあスヌーピーやったやったやばいなこれこれは想定外だなですよね向こうに一回押してみようか大か大ごといくまさかのまさかの間にスポン、うん、クッションスポンジかましたんですけど、うん、でもそれが張り付いちゃった感があるですねまあ地震の時にこんだけくっついてるからずれないそうなんですそうなんですちょっと下の台踏んで上ちょっとこう持ち上げるような感じでせーのあ、来たあーよかったよし、でもこのまま行きましょうか。よいっす。ちょっと待ってね。水を一回拭いちゃった方がいいですよね。もう一回いいっす。一応これで荷重分散ある程度できてるはずなので。なるほど。了解っす。よっしゃ。もし行けるかな。よし。いいですか。あ、来てる。こっちの手前側通った方がいいですよね。やべ、よかった。ちょっと、店長、行けます？行けます？よいしょ。よし。よし。あ、でかい。でかい。通れるかな？そこから真っ直ぐじゃないですか。そうですね。あ、ごめんなさい。取っ手が。行きますか。
下持ちます多分このまま、どうするあ、ちょっと一回はいアプローチを外していいですかあ、はいよしアプローチが擦れて壊れてしまいますあ、本当だいいですかなんということでしょう。水槽だらけで、雑然としていたお部屋が、匠の手によって、こんなに綺麗に、ウサギのハロちゃんが広々と遊べるスペースが生まれました。これで、部屋を片付けろと、ママエルに怒られることもなくなるでしょう。